新田八郎は、日本の政治家、実業家、第21代富山県知事、元日本海ガス代表取締役社長、元日本海ガフス班、ホールディングス代表取締役社長、富山経済同友会代表幹事、富山青年会議所理事長、国際青年会議所副会長、日本青年会議所会頭等,等を歴任、富山県富山市生まれ、 祖父は、高辻武志国元富山県知事。父は、元日本海、ガス社長の新田七郎。女性初の北海道知事を務めた、高橋春美参議院議員は姉。米州開発銀行理事等を務めた、高橋武志は議系。富山大学教育学部附属小学校、富山大学教育学部附属中学校、富山県立富山高等学校を経て、1981年。 一橋大学経済学部卒業、第一官業銀行入校。麦野英順北陸銀行会長は、中学、大学の2年先輩。斉藤英吉富山銀行頭取は、大学の3年先輩。1983年、父が病に倒れたため富山に帰郷し日本海、ガス入社。同年から2年間愛知県豊橋市の中部ガスで、父の知人だった。 神野信夫社長の歌手業を積んだ。1985年日本会、ガストリシマリ役。富山青年会議所理事長。国際青年会議所副会頭。第47代日本青年会議所会頭を歴任した。2000年日本海ガスの代表取締役社長に就任。2002年富山銀行監査役。2003年サプラ代表取締役会長。2010年。 森正市富山市長講演会、外遊会会長。2013年対抗ん、観光代表取締役社長。2016年、国際石油開発定石富山ラインからのガス受け入れを開始。2017年、麦野英順と共に富山経済同友会代表幹事に就任。2018年日本海ガス班ホールディングス設立、同代表取締役社長。 この間、第67代富山ロータリークラブ会長、富山サンダーバーズ講演会会長、富山日豪ニュージーランド協会会長、富山県法芸委員会会長、富山パイロットクラブ会長、交換道取締役、富山県全員銀行副理事長、富山大学附属中学校同窓会長、富山県防災会議地震対策部会員、インテックホールディングス取締役、 富山市民プラザ取締役、北陸経済連合会理事、富山インド協会理事、富山企業未来塾企業アドバイザー、日本ガス協会理事、富山県経営者協会幹事等も歴任。2019年12月、翌年秋の富山県知事選挙に立候補する意向を表明。自民党、富山県連からの推薦を目指したが、合戦を目指して、 出馬を表明した現職の石井隆一に先行で、敗れる。県連から出馬自粛を要請されるが、無所属での出馬を決意。当時富山市長の森正氏、富山県議の中川忠明や、臨県の衆議院議員の長谷博氏、同じく臨県で、元首相の森吉郎らの応援をバックに、2020年10月25日の投開票の結果、石井並びに、新人で、 NGO 代表の川淵栄子を破り初当選した。選挙では、富山県で初めて選挙コンサルタントを採用し、容姿の改善を図るとともに、前職の高齢多選を批判、ワクワクする県政をキャッチフレーズにイメージ戦略を用いた。具体的には大会場でのロックコンサート風の集会。 新伝と大きく書いた厚紙の小型のチラシを通行人に見せる投票日直前に新聞に折り込みチラシを入れるなど公職選挙法の限界を極める戦法を使った政策既存の支援制度地域企業再起支援事業補助金を廃止しほぼ同じ内容の中小企業リバイバル補助金を新たに解説政策既存の企業支援制度 富山企業未来塾を廃止し、2021年度は休止。2022年度から新たなスクールを開校予定としている。政策、子供病院は新設が困難という WG の結論により実現していない。政策、副知事を二人にし、厚生労働省から女性を副知事に採用。政策、全富山県知事が中心になって活動してきた。 北陸新幹線建設促進同盟の会長職を継続して務めないことを決める。これからの延伸工事に向け最もふさわしい人にと、表明と山空港に関しては、富山基督と空港運営あり方検討会議を立ち上げた。その他富山県内最大の企業は北陸電力人事について、前の社長らが会社に会長や相談役として残るのはガバナンス。 コンプライアンスの面でいかがなものかと異例の苦言を呈した。なお、自身の会社の世襲の実態に対して、ガバナンス、コンプライアンスについてのコメントはなかった。新型コロナウイルス対策のための富山アラート発出中に、富山市内のレストランで6人で会食したことに、対して県民から批判を受けたまた、2021年4月21日、富士テレビの番組、バイキングモアで、 会食の件が取り上げられ、記者会見での答弁が話題を呼んだ。ありがとうございます。